ファーストゴロ、清宮二塁送る、軽快な動きだ。最近目立ってますよ、皆さん今のプレーどうでしょう。いやグッドプレーですよ、ナイスプレー。まあ、前の試合の、ね、あのバント処理もありましたが、スタンディートレメンダースソービューティフォー、褒める言葉全部当てはまりますよ、見てくださいよ、これ清宮こうちゃんの、ここから身のこなし、足投げてるのがレフトへ捉えた当たりだ。大きな打球、レフト下がって越えていきます。水谷は二塁を蹴って、そして三塁も回りました。中継からのバックホーム、タッチはアウト。ここはショート村林のホームへの送球、非常に速いボールが返ってきました。あのクッションを処理したレフトの渡辺義明も抜群でしたね。そうでしたね、無駄がなかったですね、はい、そして村林の肩というのもありますから、まあスピードに乗った時の水谷は相当足が速いんですが、まあ、それでも勝負の一球です。これ変化球だ、ライトの前、ライトは万波だ。三塁ランナーストップ、二塁ランナー三塁でストップです。持ち重ねがよく主力になっている、そうですね、ここは回しませんでした。涼しい表情は万波。まあこれは止めますわね。三遊間破っていく。さあ二塁ランナーも三塁を蹴った、バックホーム、二人目の生還は許しません。なんで回した、水谷がまた差しました。これは万波と水谷の違いかな。これだけ余裕を持ってアウトになれば止めとったらとかいう声も出ますけど、ちょうどレフトがそれをグラブに収めるぐらいにベースを蹴ることができてたらぐらいの基準があると思うんですけど、ちょっと前目でしたからね。そうですね、出るのはないですよ。引っ張った、大きいぞ、清宮の打球が伸びていく、どこまで伸びるのか。うわ、センター取った、勝ち見好プレー、見事なプレー。うわー、今このライブフィールドから見るとギリギリですよね。そうですね、ハンドに届くかどうかという、タッチで抜群のプレーだな。新無失点という活躍だった池田。おっとセカンド上川のスーパープレーだ。すごいプレーですよ。これは池田を救う一つのプレー。右方向へのこの当たりを、球際強いな。素晴らしいプレーです。バッター小深田、キャッチャー伏見追いかけます。ベース際ボールを取りました、アウト、スリーアウト。ただこの9回の表、浅間捉えた、右中間だ、破っていくのか、マルティネス二塁を回った、どうだ、三塁を回って帰ってくる、バックホーム、どうだ、うわー、タッチはうわー、アウトだ。こんな終わり方あんのかい。スリーアウト、試合終了。カロリー全部使い切ったやないかい。3対3、引き分けとなりました。これね、フェンスまでボールを待たずに、ライトがしっかりと中継につないでるんですよ。ワンバン、いやーストライクでした。強い打球、ショート友杉、ワンアウト。当たりは良かった打球でした。ファースト山田、バントに行った、これもファール、取ったか、取った、ファースト山村飛び込んで取りました。地面すれすれ押さえています。ツーアウト、友杉なるんだろうなというふうに思ってますけどね、はい、1・2塁間、ファースト山村抑えてベースカバーピッチャー高橋光成が入りました。ワンアウト。
佐藤俊也は今シーズン打てるキャッチャーにはなっています。押し返して取った。ピッチャーの高橋光成がよく取りました。ワンアウト。今いい反応でしたね。よく取りましたね。はい、足元、足元難しいところですけどね、はい、これがヒットとアウトでは全然違うんでね。詰まった打球はセカンドの後方、セカンド小川がよく取りました。セカンド小川こ1月まだ3割台はキープ。ピッチャー返し緩いゴロです。追いつくのがいっぱいか、1塁うまく守りました。これはいい守備でした。紅林いや マウンドでゴロのスピードも緩まったところはあったかもしれませんが、池田さんどうでしたか。これね、紅林のね、取る力もそうなんですが、はい、投げる力ですか。あこの前のねスローイングの正確さっていうんですか、強くて正確なんですよ、うん、これ球界でもですね本当にトップクラスです。止めたバット、バントのような打球はショートまで転がっていった今宮がファインプレー。アウトだ。スリーアウトになりました。超ファインプレーも出て3イニング続けての3